今日のセンター今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。今日はですね、何をするかというと、レギュラーコーナーを作りたいと思ったわけですよ。人気番組たるもの、定番のコーナーってのがありますよね。どんな朝の番組でも毎回ある定番のコーナーってあるじゃないですか。そう、例えば目覚ましテレビの今日のワンコっていうあのコーナーみたいなのを僕も作りたいと思ったわけですよね。そこで考えたのがこちら、今日のセンターというコーナーをレギュラーコーナーにしたいと思ってるんですよ。これどういうことかというと、あの目覚ましテレビさんがやってるやつありますよね。今日のワンコって言って、こう毎日犬が紹介されるやつあるでしょ。そんな感じで、まあ、週に1回ぐらい今日のセンターって言いながら人がセンター価格を解説するという需要があるかないかよくわからないコーナーを設けようかなと思ってます。じゃあ実際にどうやってやるかっていうと、センターの過去問を使います。そしてその問題を解説します。そして最後にポイントを確認するという形でやれば、まあ、大体5分もあればいけるんじゃないのかなと思ってるんですよね。まあ長くても10分ぐらいで終わると思うので、今日のセンターっていう言葉でね、コーナーをレギュラー化していきたいと思ってるんですよね。早速明日、その今日のセンター言いたいだけかもしれないですけどね言い過ぎって感じですけど、をやっていこうと思うので、まあいいなと思ったらぜひですね、高評価をしてもらえたらと思いますね。ぜひ楽しみにしておいてください。今日は今日のセンターを開始するという告知をさせていただきました。さて、本日の人の言ってるいかがだったでしょうか。本日は新しいレギュラーコーナーを作るという話をさせていただきましたね。人気番組というのはレギュラーコーナーになりますよね。ああいうレギュラーコーナーを作りたいと思って、それ科学に絞ると決めたから今日のセンターを作ることにしました。早速明日今日のセンターを公開したいと思いますので、楽しみにしておいてください。おお、なんか新しいコーナー気合入ってますね、応援してますって人はいいねボタンをポチッと押してください。そしてまたセンターを解くんだったら、まあ毎回見るかも、役に立つから見るかもと思った方はぜひですね、逃さないようにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。またそんなことをやるんだって、マジか、これをこの感動をみんなに伝えないとと思った方はぜひ Twitter や Instagram なので、この出来事を皆さんに拡散していただけたらと思います。それでは明日から始まるこのコーナー、今日のセンター、楽しみにしておいてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。 See you next time. チャンネル登録はこちら。